茨城県道258号ハサキ港線上須市、ハサキ茨城県道258号ハサキ港線は、茨城県上須市内のハサキ漁港と連絡する一般県道である。上須市のハサキ市街地内に位置し、茨城県道117号新芝浜ハサキ線より分岐してハサキ港に至る県道路線。起点より約400メートルほど、まっすぐに道路を進むと、 信号十字路の交差点があり、ここを右折すると、利根川左岸のハサキ漁港へたどり着く。平坦でやや狭いセンターラインのない1.5車線で、あるが、路線バスも通る地元では重要な道路である。1959年10月14日、新たな県道として、鹿島郡ハサキ町ハサキ港を起点とし、県道ハサキ鹿島線交点を終点とする区間を、 本路線とする県道羽崎き港線として、茨城県が、県道路線認定した。福音、曲線半径、郊外その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、茨城県法。 大戦2 0 7号大正13年6月19日、茨城県国時第263号より、県道路線認定茨城県法、公害10月14日より道路の区域決定、茨城県法、公害10月14日より、ありがとうございます。